から何十年もかけてですね、進めてやっていかなきゃならないという思い責任を背負ったと。我々はこれからが一番大変な時、一番大切な時だと思っておりますので、危機感を持って、しかし地元の皆様に寄り添う姿勢を持って政府一丸となって取り組んでいきたいと思っております。安全ということが科学的にある程度はっきりに示せてはいつつもですね、やっぱり安心とまた違うということではございますので、これからが本当の正念場だというふうに肝に銘じて、お答えをいただければというふうに思います。はい、ありがとうございました。背景、など含めてですね、政府の決定については理解をしたということでございます。報道なんかでもおっしゃっているように、安全性については理解していると、基本的に安心の問題なので、しっかりとその風評対策ということをやっていくと、しっかりとなりわいを維持していけるように、これから何十年もかけてですね、進めてやっていかなきゃならないという思い責任を背負ったと。しっかりとその漁業者側に立って、要するに自分たちの企業経営の論理じゃなくて、漁業者側に立ったですね、対応ということをぜひ、徹底していただきたいなというふうに考えます。